国鉄滝岐1 9 0 0経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別であるダム1850型についても本項目で解説する。1956年12月22日から1957年4月24日に、 かけてた2400型より3両の専用種別変更が三菱重工業にて行われ形式名は新形式であるタム1850型とされた。1958年4月14日に他線、型より1両の専用種別変更が行われ本形式に編入された。以上4両がタム1850型として運用された。本形式の他にクロールする本産を 専用種別とする形式には、多岐5900系の一形式のみである。所有者は、三菱化成工業の一社のみであり、その常備駅は、鹿児島本線の黒崎駅である。車体色は黒、寸法関係は、全長は7 6 0 0、mm、トル全幅は2 4 3 2ト、mm、ル、全高はミリメートル、軸距はミリメートル。 事業席は8.8立方メートル、地長は9.5トン、換算量数は、積車2.4、空車0.8である。1987年4月の国鉄分割免営化時には一両の車席が JR 貨物に承継されたが、1989年10月に廃車となり、同時に形式消滅となった。多機5900型は、 クロルスル本3 0用の35トン石タンク車として1963年10月10日から1971年4月3日に、かけて6ロット9両が、富士重工業、新三菱重工業、日立製作所の3社で製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高全知事、小滝と表記する。所有者は、日産化学工業、三菱化成工業の二社であり、 それぞれの常備駅は、高山本線の早星駅、福岡県の黒崎駅である。1979年10月より化製品、分類番号、新84が表記された。タンク帯は、ステンレス構成のドーム付き自家円筒型であり、二役方式は、タンク上部マンホール外にある、積み込み口、または、駅出入管からの上入れ、駅出入管、または駅出管と、 空気管使用による上出し方式である。車体色は銀、寸法関係は、全長は1 7 0 0、mm、トル全幅は2 4 0 0、mm、トル全高は3 5 5 3ト、mm、ル台車中心間距離は6 6 0 0、mm、トル、事業席は十点零立方メートル、地上は三点七トンから四点七トン、換算量数は、赤車点零、空車点四であり、 台車はベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に承継され、1995年度末時点では全車建材であったが、2002年6月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、 両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。